はい、どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。で、ですね、この画面になってるのもちょっと理由がありまして、前回やってたサブクエストの撮影したデータが、ちょっと取れてなくてですね。で、今回はちょっとそちらを配信することが、もう一回するっていうのができないので、今回はもうそのまま、また次をやっていきたいなと思います。もし気になる方は、他の配信者であったりとか、実際にゲームプレイしてみて、どうなったか見てもらえるといいんじゃないかと思います。まあね、ちょっと一発勝負的なところがあるんで、申し訳ないんですが、続きを楽しんでいただければと思います。それでは、どうぞ。あれは、陣団長だよな。誰かと話してるみたいだ。話が終わったら、挨拶しとくか？それが我々の立場だ。直ちに風魔竜を滅ぼすことができないのなら、モンドの防衛をファデューに渡した方が良いかと。モンドの流災は何とかなる。我々があの獣を。獣？おや、代理団長殿は違うとでも？帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの私風守護、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前でそういうザレ事はやめていただきたい。ザレ事など滅相もない。よかろう。今日の協議はここまでだ。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな。事実通りに記録させてもらう。まあ、おかえり。協力ありがとう。おかげでモンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし施設団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。施設団？外交の施設団か。リーウェ港から？それとも稲妻城から？スネージナヤ、七神の中で標人を祀る国家からだ。その使者には名前があってだな。ファデュイ、聞いたことはあるか？ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の力を望んでいる。それが見え見えなんだ。力といえばどうかしたか？騎士団のみんなに見せたいものがあると。ああ、騎士団本部に戻ろう。こんなところで大事な話をすべきではないな。涙のない明日のためにと。さあやっていきますか。モンドと冬の国は同じく七国の一つだ。モンドは独立した城でどの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。まあ印象は良くないよね。これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか？ええ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。あ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、
何か進展があったらみんなに知らせるわね。まああまり古代の文献には期待しないで。それに、いった結晶の中の不純物に近づくと痛みが。痛み。なるほど、これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。でもおかしいわ、あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないのね。そうだね、神の目がないからね。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。可愛い子ちゃん、分かった。そうじゃ、不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について何か心当たりは？まあ外部の人間だからね。そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？ほう。それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸してほしい。風魔竜の暴走、変わった結晶、その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。さあ騎士道星人、予期せぬ出会いか。まあとりあえず出よう。さてパイモンと会話か。まあ話まとめよっかね。さっき言わなかったことがあるよな。あの時オイラたちが見たのは竜と結晶の他に。そうだね、彼は悪い人に見えない。そうだね、自分で調べたい。やっぱり覚えてたんだな、あの緑の野郎。下にいるあの人と同じくらい。うん、あいつやね。そうだろ、そうだろ。でもさ、なんかあいつ見れば見るほど同じ人じゃないか。さあってことでウェンディを追っかける感じかな。ここに来て出てくるか。緑のやついなくなったな。元素資格で手がかりを探そう。懐かしいね、元素資格。ある意味便利だよね。さらに、おあっちか。ほう。これを登ってる。足跡が壁際で消えてるな。ここから上に登ったのか。んじゃ、おお。あったあった、上だね。まあ便利なスキルだよね。
お？いた。あの緑のやつを探し出す。緑のやつね。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつま弾き、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。お、やっと気づいたね。ふん。あの時トワリンを驚かした人たちだ。驚かしたか。トワリン？フーマリルの名前だね。なんで名前を。仲いいのか。さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。名前教えてくれないか。まあ挨拶だけしとこっかね。こんにちは。たった一度お会いしたことのある異邦人さん。ああ、もうバレてんだ。僕は銀遊詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド城で一番愛される銀遊詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。自慢してくるんだね。オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。前まで濁っていたのに知らないうちにこうなった。前まで濁っていたのに。これはトワリンが。風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙。優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。
本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が吟遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。風魔流と共に自首することを推奨する。まあ推奨するか、何か手伝えることは。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦を思いついたんだ。作戦ってなんだ。竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。どう思う？変わった人で観察が必要だ。あいつからしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それに声が知ってるかも。あいつの声を知ってるだって。オイラは全然わからなかったけど。でもあれだよね、トワリン戦の時の声だよね。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おお、あのすごく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。あれのことか。視点人造だね。さあ、ついた。この木だね。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かなって、そう思ってたんだ。風神のことをもっと知りたい。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。消えた？隣のリーウェにいる元神や、稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。まあ神だね。まあ目的はそこだからね。風魔竜の過去を教えてもらったから。ふーん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。まあそんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。ここに戻ったのは久しぶりだからさ。それに僕の帰りに不満を抱く者もいるみ。いたね。会議話が途中で止まったね。目も開けてられないぞ。あの生き物、そよ風の平原で、あの緑のやつを追ってきたのか。姿を見せよ。あいつと風元素の関係は前よりずっと深いみたいだな。落ちてこないな今回は。そうか、ちょっと面倒っちいな。出して、ふう、風向きの影響を受けるのは竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教えてもらったって言ってたね。
そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒市が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。アビスの魔術師か。なんかちょこちょこ出るもんね、モンドで聞いたよ。そうさ、人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それでお前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。ものすげえ妬んでるね。つまりこっちのせいで。そうだよ。早えな。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ。ライア、天空をね。それで、天空って一体？モンドの至宝、風神バルバトスがかつて使っていたライヤーだよ。ライヤー？天空のライヤーがあれば僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん、僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去、未来、そして今、僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと頼もしいと思わない？それは吟遊詩人には聞かないよ。聞かないんだね。それでどうやって天空のライヤーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら一緒に来てくれても構わないよ。ライヤーはどういうもんなんだろうね。めちゃくちゃ綺麗だね。へえ。すごいな。まあ見てて。見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用かしら？実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道女に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう、例えば天空のライヤー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。え？あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。ほう、そんな強いの？それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。風神様か。あ、
ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。嬉しいんだ。仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバトス本人なんだ。ほ？驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。待って。ウェンティは頭がいいのか悪いのか分かんないけど多分バカだね。うん、シスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。邪魔するってかどけるってことだね。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライアーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人くん、君もやってみないかい？ん？何を？シスターとかはね、風神のご加護があらんことを。こんにちは、栄養騎士のエルザレトだ。ああ、こんにちは。あら、あなたは騎士団の新メンバーね。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら？うん、騎士団は天空のライアーを借りたい。本当に？あなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるのよ。天空のライアーにはその仕様に決まりがあるの。バドル動祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？団長に言われてない。ごめんなさい、忘れた。パイモンが食べた。とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。書類が必要か。はあ、やはり君でもダメだったか。分かってたのかよ。まあ騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣を蹴散るなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？もうどう取ればって取る気満々だもんね。さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ。盗みはしたくない。君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？さっき自分がバルバトスだって言った。確かにそう言った気が。だから神なら見て見ぬふりはできない。おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。神じゃなくてもトワリンを助けたい。そうだね、別れはもう見たくないから。
あ、これで時間ずらせるんだ。へえ。時間転移ね。ウェンティに話せばいいのかな。恥ずかしがらないで。ほう。あ、ここ入れるんだ。天空のライヤーを手に入れると、でもこれしゃがみ移動できないからな。ジャンプできないんだってか。あれだね、なんか変わるね、動き方がね。隠密は隠密で違うんだね。へえー、ほうほう、あ、危な、一発で終わりじゃないのは助かるな。よしよしよし。あ、天空のライナーってそれなんだ。やばいやばい、逃げないと。てか、なんでこんな目に。あ、しかも時間制限ありか。それギリ当たんないね。雰囲気がそもそもどこあったんだっていうね。よし。一切使わなかったね。ディルク様、こちらが今週の帳面です。今度の封鎖、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが、しかし君は銀融詩人だろ、賑わっている場所の方がいいと思うが。演奏はまた今度やらせてもらうよ。
先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか？モンドの警備員たちにだ。2階に行かないのか？怪しいね。まあそうだよね、銀遊詩人目立ちたがりのはずなんだけど、よく見てるね。あ、ディルック様、泥棒を見かけませんでした。何があったんだ、こんなに人を出して。ディルック様はご存じないのですか？泥棒2人が天空のライアーを盗もうとしたんです。ほう、それは珍しい。ええ、天空のライアーは風神様の宝物。これほど貴重な文化財を。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。おお、ああ、話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。かしこまりました。ディルク様、ありがとうございます。ほう、今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ、僕の歌で。金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだまずはこちらの質問に答えし。ん？この人は誰って顔してるね。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン酒が大好きなんだ。いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしてもかなり珍しいタイプのバカだ。バカ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 言うな。盗んでない、真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの生遺物を盗むなんてありえないよ。スーパールーキー。ああ、君が。君はあの銀遊詩人と仲がいいのか？そんなには、うん、旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっと臆病で、それでいて効率も悪い。外交面もファドゥイに対して弱い上に保守的だ。いい、この話はしたくないんだ。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだね。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕は僕なりの期待を持っている。それで質問に答えてもらおう。なぜ天空のライアーを盗もうとした？本当に知りたいの？騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。トラブルは怖くないさ。僕自身がその騎士団にとってトラブルの種だからね。じゃあ真実の物語を演奏したら信じてくれる？状況次第で判断する。じゃあ演奏のお題はくれるかい？報酬はゴモラから天空のライアー、君の物語次第だ。いいね、もう一曲追加しようか。先ほどの叙事詩は一体、これは重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた？なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだろうね。どうかな、ディルック？面白い。少し時間をくれ、情報をまとめよう。異邦人、
君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはずだ。しかし銀遊詩人、君は酒場から出ない方がいい。それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね。では夜、酒場の営業が終わった後、ここで合流しよう。さあクリア。新任務物体裏の話ということで、結構あれだね、物語がサクサクと変わっていくね。へえ、結構続けざまなんだね。まあサブもね大量にあるんで、この辺りはまたしようかなと思うけど、とりあえずそうだね、今回はここまでにしましょうか。まあ次回酒場出て、またディルクか、ウェンディもいるけどね、二人と多分なんかするんだろうね。ということで、今回はここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。